ともう一つ挙げるとすればやっぱり、まあ、パスにこだわるわけではなくてドリブルの使い方だったり、はい、うまいなっていうのはありますよね。前半スタートです。左エンド山形、右から左に攻めていくのが徳島です。一つ持ち出 す、ね、はい、そして逆まで持ってくるか。さあ西矢狙ってきた。西矢、いやーギリギリですね、はい、ニアには岡崎選手一人。短く始める松本へ。南打ってきたか、上福本です。そうですね、ファーに目線を持っていきつつ、ここ福岡からそして裏を狙ってきた柿田。さあいいボールだ柿田、時間を作って杉森に持ってきた。逆まで来た、シュートだー、ポスト柿田、柿田ニアゾーン、杉森が取りに行きますがそこを取りに入ってきた柿田、ワンツーで入ってきた、うまい、鮮やか小西、徳島先生。山形がボール奪えたかなっていうところのちょっとしたミスを即座に奪い返して、で小西選手が縦にこれですね、グッと差し込んでワンツーですね、はい、柿田選手のもう落としも見事だったし、この小西選手のこうスピードっていうのを落とさないちょうどいいところ、しかも左足の、ね、ニアにもファーにも打てるところに置いてあげたので、シュートコースは小西選手の中では複数あったと思いますね。はい、そしてまたファーサイドより短く始めます。そして南に持ってくる、もう一度ビニシウス折り返し流れてきた、中村俊でした。ビニシウスが抜かずに入れたクロス、ニアに入ってきた中村俊でした。良かったですね、そんな時間のかかんないこう低くて速いボール入れて、いやーこれ中村俊選手救っちゃった感じですか。後半スタートです。左エンド徳島、そして右から左に攻めていくのが山形です。フェアなりません。もう一度幅を作る、中村俊英強引に入れてきた、ヘディング、上福本、いやナイス、ラストいやタイムアップです。徳島今シーズン初の5連勝。